い、じゃあ次やっていきます。じゃあ次はエレキマンでいきたいと思います。はい、なんかね、調べたら道中にアイテムがあるらしいんで、なんかそれとらないとね、あ、これ倒そうか、倒そう、なんかバリアみたいなのも買ってない？これ。おー、おー。うん。あ、じゃあ近くで売っちゃって、守ってる。なんだかもしれないね、たぶん。これもしかしてさ、こう行ってさ、戻ればまた左すんのかな？いや、あえてじゃあ戻らないようにしましょう。いいね。これ使い勝手いいですよね。エレキマンで弱点何なんだろうね。こんなにあるのかな。さっきだ、カットなんかな。カットなのかな。だってね、あれ気がなかったもんね。誰だったっけ、ボンバーマンだっけ。あ、間違った。まあ何がいいかってノーマルが最強説っていうね。ですね。なんかあるからね。ノーマルで、これひどくねえかこれ。なんで初見殺しだよな。ボスより強い。道中の方がね、これまた来るんでしょ。大変っていうね。だからさ、これどうすんのこれ。強行突破じゃない。そのまっすぐグワーって。だってこれさ、もう、もう、いけないんだよ、これ。これまたずるいよな。待ってれば、いなくなるのか。わかんねえ、わかんねえけどさ。一回降りる、ここで。あ、そういうことか。あー、やってた。そっか、そういうことか。なんか武器使えんのかな。ファイヤー版で周り。バリア作っておけばいけるかな。いけるんじゃないかな。ここで、足場でとどまって。ほら。いけるかな。そのタイミングで。あ、こういうこと？うん。まあでも、なんだよ、感じをつかみましたよ。はい。じゃあ、そこもすぐに変わりますね。はい、行きましょう。カットマンでも倒せるんだよ。カットマンしちゃった方がいいかな。なるべくエネルギー分散して使いたいっていうか、そういうのはあるけどね。一人で、いや、まあでも結局頼るのはノーマルなので、ノーマル対強説。やばい、ここまで来てやばい、やばい、酔っ払え。酔っ払い、はい、酔っ払い、どうしたの。おめえこれ無限地獄だぞ、おめえこれ。やばい。やばい、ここで慎重になるっていうのが。あ、いや、おい、いいだね、いいだね。いや、そういうのが楽しいんじゃないですか。ここはね、でも、なんとことなくいけるからさ。バリア張ってるからさ、撃って外してもそのまま突っ込めば食らうんじゃないかっていう。どうなんだろうな。分かんないけどね。ノーマルで。ちょっといろいろやってみて。タイミングずらしていくとか。さあ行ってみよう。これさっき見たら、下からガーって来てたから。こいつら、ね、ちょっと。よし、行け。でもやっぱダメージ食らっちゃうよね、そうなると。この、打っていい。だから、ああ、落ちちゃうとさ、またリセットされちゃうからさ。おぉ、この神がかぶる。おぉ、これでいけんじゃないの。同じパターンでか。あ、もういけ。いいね。あれ？ここまで。あれ？
どっち行く、まずどっちを決めろ、右左、どっちが。これ、ブロックのパターン、これ、左手に乗ってから、こっちは右側届かねえんだよ、多分。この二つ目行ってから、三つ目行っても多分届かねえんだよ。だから、一つ目行って、ここでほら、三つ目サブ積んでいく前に。だから、どっち行ってもいいな。いや、ねえな、なんか。寄ってるからね、ちょっとなんかな。まずこっちが決めろ、右動きでしょ、今度は。左。左行く。ああ、なれねえな。二つ目消えるときに、四つ目で消えるから。で、消えるときにまただ。いけ。ちょっとずれた。もうね、ほんと得意なもんだね。もうダメや。死ぬことある。無視しろ。このブロックもさっき消えたりしてんな。棒またあのゲームのように落ちたりとか。無視いえ。今度これどっち行く？右と左と。これ考える暇はもう当たりにくな。ちょい。いい、どっちもいいから行っちゃえ。こっちがダメだったりする。これブロック使う、ダメなのかな、言えねえか。これなんとなく昔の記憶だと左一気にアップあったような気が。いいな、いいよ、上まで行っちゃえ。これじゃない？多分このアイテム。あれだ。多分。G。これどうもよ。N かな？一回使ってみれば。使ってみよう。試し打ちしてみればいい。いや、どこででもいいけど。ここじゃない。以上、温存しとけよ、おめえ。ここの、あれでもらったおかもしれないし。
どっち行く？右でいいの？まあ、でもここまでしたとか右に行っちゃうか。こっちも楽そうじゃないか。まあ、あっ、おめえ、そりゃねえだろう。ちょっと早まっちゃった。あれ、これで取った場合って、ゲットできてんのかな？どうなんでしょうかね。まあ、こっちをコンティニューで行ってみます。で、確認。そうですね。じゃあ、たら最悪。まあ、まあ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 って感じですね。ボスまで来たよね。あ、やっぱ黒いちゃんだ。なんとかね、ボスまで行って、挨拶代わりじゃないですけどね。行きたいですよね。よいしょ。はい、高松。ちょっと高松、ここもそくんの名前出しちゃった。はい。ね、技を発揮していきたいと思って思ってますけどね。タイミングが難しいんですよね。ダダダダって。連射で、連射で。あ、そうか、連射が、連射で。これ右でしたよね。一回ちょっと見ますね、この動き。はい。こうなって、こうなって、こうですね。うん、あ、ここはなんだくって感じですね。なんかこの後めんどくさい感じで、続いてますけど、これ取っちゃいましょうか。さっきのなんとかマグネットで。これ取れんじゃないの？うん。ああ、やめとこうか、これ。なんか嫌な感じだね、これ。怖いね。これ やめとこうか、これ。ね、やめとこうか。さわらの紙にたたりなしっつうじゃんね。とりあえず目標としてはさ、ボスまで行こうよっていう。のあるわけ。あ、とりあえずボスまで行くっていうのをあれしてさ、絶対相手出てきたら一番強い。そうだね。あれ？あれ？もっと時間あった気もしたけどね。なんか2とか3とかだったら、やばいやばいやばい、絶対落ちられない、やばい。あれ、まだあるね。うん、でも取ったからいいよ、実際あるし。さて、こっから道の領域ですけど、どうしましょうか。まあ、どうしましょうかって行くしかねえんだけどさ、危な。この上は、あ、こっちで行かったんじゃない。ああ、恥ずかしい。ちょっと安心したらさ、安心したらね、ちょっとこれだからな。でもな、行くとしてやっぱ左だね。あの感じから。行くと。どんです？どうこれか。ほう。
ほダメージくらっちゃった。この辺ちょっとダメージ受けちゃうよね。運気がないと思う。この辺、運気止めるだけだと思う。なんかこれとってもエネルギー回復してる感じしなくねえか。なんか違う、なんか、なのかな。わかんねえよな。大体そのままボリアを張ってて、そのままボリアを張ってればいいんじゃないか。そんな一回下げ目指して、倒して倒して、いいじゃん。いや、そのままにもジャンプして、ああ、登っちゃえばいいじゃん。そういうことか。うん、やっぱ回復してないな。回復してない感じするよね。安全なとこで、で、一気に登ってしまう。もう一回、安全なとこで待って、一気に登ってしまう。いけ、一気にいけ、一気に登ってしまう。オッケー。なんかさっきの話よ。なんかさっきの同じような魅力のある回復アイテムがないだけ、魅力のあるスカイブルーのマフラーだよな。初雪ザラメスに、はい、おっぱいの大きい、バカ野郎お前。バカ野郎お前。こいつ回復やばくね。あ、そこそこいいんだよ。まあ、なんか減りが半端ないんだけど。最強の分は。あ、おお。おお、どこに行こう。一気に一気に。あ、早い、早かった、早かった。ちょっと疲れてきたね。ボスいつまでこんな苦労するっていうのがね、ボスよりもね、ステージだね、うん、道中の方がなんか難しいっていうか大変な気するよね。その後のシリーズの X とかのボスに比べたら、まあこれもゴッツマンのあれ使いってことなんじゃない、これなあ、おこれ、ほら、おお、あ、でもね、気がね、なんかノーマルだよ、気がね、これノーマル、もうねえだめだ、これやっべえだ、やめるか。とりあえずここで一旦切って、まあまだ機会あったら投稿するって感じでね。1ヶ月後になるか分かんないし、2ヶ月後になるか分かんないし、でも一応ここでの続きはね、まだいずれやりたいなと思ってますので、まあその時まだ見てもらえればと思います。なまり実況ですけどね、何言ってるか分かんない人たくさんいたと思いますけど、まあそうですね、東京の人たちが見てもらえれば本当に嬉しいと思います。じゃあ皆さん、さようなら、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。おやすみなさい。じゃあねー。